はい、こんにちは。はい、どうもこんばんにちは、ケビンです。はい、今日は主演チェード4対4イエはい、最近は定番になりつつあります4対4を今日はやっていきたいと思います。はい、で、今日は、4対4なので、ビークイックチームはケビン、ムタク、そして富田、久しぶりです。そして、助っ人が久保田、助っ人、久保田に来てもらいました。任せてください。オッケー。で、久保田君は、はい、なんかお笑い芸人を目指してるって、なんかさっき聞いたんですけど、うん、マジなんや。本当にマジです。マジだよ。はい、本気でやってます。なんか本気で、なんか本気でやってます。あれ、じゃあちょっと一発でしたかっていい。オッケーオッケー。好きでとかもいけるんじゃない。すげー。よし、シュッシュ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 。これがジャニストシュシュソンソンじゃなくてシュシュシュ。じゃあ、久保田君が、ビークイックチームの助っ人で戦ってくれるという感じですね。で、こっちの4人が集落して4対4をやっていきたいと思います。よっしゃ、楽しみや。じゃあ、そうだね、キャプテン中村君に、自信のほどを聞いてみましょうか。余裕です。おー、いいね。見たことある？ 4-4 あ、まずで、2-4やね、はい、おー、プレッシャーかけてきますね。じゃあ、ローゼン君、反則や。ローゼン君は OK。 まあ、10点以内で抑えて10点以内で。スーパーフルノックやねんが。甘く見られてますよ。ちょっと頑張りましょう。じゃあ、ローゼン君、何か言って。うん、全部知ってるんで。おお、自分が拾って任せます。おー、よかった。よし、じゃあ、ルールは25点マッチで、4対4なんで、フェイント以外全部ありです。フロントでで、ローテーションはなしで、バックアタックのみはありなんですね。後衛の人はね。後衛の人はね。そういう感じのルールでやっていきます。で、久保田、バックアタックいける？いきます。ちょっと打つことになるけどね。はい。よし。じゃあ、それでやっていきましょう。よし、よし、よし。よし、よし。俺らが立つには、お前らの全員が必要だね。本当だよ。全員力を貸してくれ。なんか俺らのこと10点で勝ちたいって、ダメくさかったけど、ボコボコする。よし、よし。手を。トップ！いました。イエーイ。おいや、ローゼン君ネッチ？
サービスエースみたいな久保田の。お久保田バックやばいバック。ナイスだ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 。オッケーけね。いやー、いい勝負やね、これ。分からんね。
席いきます。ローゼさん狙います。おーいいね、宣言してね、しっかり狙ってけ。攻めればいい。反省してませんね。サーブ大事なのに。ダメダメだ。もう一回行ったらおもろいよ。ペギナイスキャッチ。ダメ。
やべえな、やばいな。あ、いいいい、いって。ハイボール出たら強えな。